どうも、漫画家をもう一度目指しています。いつもはどのいつもです。コメントいただきました。パンケーキ高橋さんから。ありがとうございます。当たりを消す具合がわからないです。私は色塗りは絵の具でしますが、鉛筆の下書きが透けてしまうので、教えていただけると嬉しいです。パンケーキ高橋さんのお困りごとを解消するには2つの方法があると思います。1つは鉛筆。皆さんもご存知の通り、鉛筆には大まかに H、F、HB、B と4つの種類があります。この図をご覧ください。左に行くほど芯が硬く、そして鉛筆の濃さが薄くなります。また右に行くほど芯が柔らかく、鉛筆の濃さが濃くなります。一般には硬い芯は消しにくく、柔らかい芯は消しやすいとされています。パンケーキ高橋さんは鉛筆の下書きが透けてしまうとおっしゃっていたので、これは多分下書きがきれいに消すことができないということだと思うので、鉛筆を B か 2B にしてみてはいかがでしょうか。ちなみにこの場合は数字が大きくなるほど柔らかく濃くなります。またいくら B や 2B でも描くときに力を入れすぎると消しにくくなる場合もあるので、軽く描くようにしましょう。そして2つ目、消しゴム。イラストや絵を描く際、製図用消しゴムを使った方がよく消せれると思います。この消しゴムはパイロットのフォームイレーザーというもので、文房具屋さんで108円で買えます。そしてこちらはトンボのモノゼロというもので、細かいところを消すのに適しています。400円ぐらいで買えます。そして消し方をお見せしましょうね。細かいところを消す場合は消しゴムの角で消しましょう。突然ですが、必殺トントン消し。説明しよう。トントン消しとはスマホページめくりの動作を短くした動きである。これならピンポイントで消せるのである。必殺印鑑消し。説明しよう。印鑑消しとは印鑑のように押して消す。これなら濃い線を薄い線にすることができるのである。ちょっとふざけすぎました。本線も鉛筆の場合は当たり線を消すときはどんなに注意していても本線も消してしまいます。自分の場合はその都度なぞります。難儀ではあるんですけどね。いつもアート。パンケーキ高橋さん、いかがだったでしょうか。この動画でパンケーキ高橋さんの困りごとが解消されることを祈っております。パンケーキ高橋さん、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。気軽にこの動画に対するコメントをしていただけると助かります。そしてまたチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今年中に1000人を目指しております。ではいつもでした。